共和語は満州国の建国初期に用いられた簡易的な日本語である。講和語、日満語、大東亜語などとも呼ばれた。共和とは満州国のスローガンである豪族共和に由来する。主に日本語を母語としない漢民族や満州民族といった中国人が用いていた。そのため中国語の単語も混じっており、 さらに用言の語尾変化と助詞の一部を省略したものだった。これは英語に対するピジーイングリッシュのような言語とも言える。あるいは一種のクレオール言語とみなすこともできる。日露戦争後、新都市地域においてロシア語に代わって日本語が勉強されるようになっていた。ただし、日露戦争の時に日本兵によってカイロカイロやメシメシなどの乗語が 日米混合語として残されたため、日本語がすべて上語であるかのような誤解が生まれており、また、在留邦人の一部も、私回復回復、いくら、いくら、うるうるあるか、や、高い高い、負ける負ける、よろしいのように上語を多用していた。共和語は、複数の民族からなる、満州国で、早急な各民族間のコミュニケーション手段として、日本人によって考案されたとされているが、 その後、日本語は、言霊の宿る言語であり、まさしく用いるべきとの批判から否定されていった。第二次世界大戦での日本の敗戦とそれに伴う、満州国の画界によって資料は散逸し、その後も系統立った研究はほとんど行われていない、ため、詳細は今も明らかでない。日本において、中国人鉛を表す役割語は、共和語がルーツであると言われることがある。 例えば、漫画などで中国人が片言の日本語を話すときや、外国語作品における中国語なまりの強いセリフを日本語に吹き替えるとき、全自北京の芸のように中国人の真似をするときなどには、あるよなど、共和語に似た表現が用いられ、中国人に対するステレオタイプを形成している。しかし、これに近い、ピジン、日本語は明治初期から存在していたことが、 文献から確認されており、横浜の外国人居留地で使われていた横浜ダイアレクトと呼ばれるものがその起源とされる。当初は外国人一般が用いる言葉として日本人に認識されていたが、その後中国人の使う言葉へと移行していった。共和語がそれらをベースに誕生した可能性もあるが推測の域を出ない。ありがとうございます。